さ、あのビデオさ、あの設定はするけど、ビデオを私たちで撮ろうと思っていて、はい、で、武蔵野の地を好んで100年ほど前に移り住んでですね、そこを今公園になっているというところで、毎月第1日曜日のにこういうパークライブっていうのを行って、もう4年目になるところですね。それで公園協会さんからのサポーターということで、毎月第1回そこでパークライブやってるのを今日ここの日比谷の緑化フェアの方にお邪魔しているところですが、また東京のど真ん中日比谷公園に、この野外音楽堂がありますので、その六花公園ってところにも野外音楽堂を作ろうということで活動したのが4年前の始まりでした。ここではもう本当に、ね、最高の緑とあって、緑の中で行う、パークライブというジャンルをちょっと作りましたので、YouTube とかでパークライブで弾いていただくとちょっとその模様がわからないと思います。明治の文豪徳富のかさんを紹介しますと、晴耕雨読ということで、晴れた時には畑を耕し、雨の時には部屋で読書をするということでしたが、初めて通信だったが、今でいうホームパーティーですね、遅刻を持ち込んでみんなで音楽を聴いていたというのが最近の文献で明らかになりました。で、今かやぶきっていうところ、かやぶきのところで、そこを主催にされていたんですけども、かやぶきコンサートというのも年間4回開いております。またかやぶき寄せということもありますし、これからの公演の中でその木漏れ日を聞き、集めながら
まさにこの秋の日差しの中でやはりコンサートみたいのを、まあ、進めているわけです。その中でも今日お送りするのはですね、ソラゴさん、まあ、この青空のようなソラゴさんとアコースティックのインストルバンドとですね、それとその後ミュンとヤウェイさんという、昔懐かしいというか昭和世代、私も50代ですが、このみんなで歌える曲やみんなでお聴きになれた曲みたいなものをいつもそのパークライブでもちょっとね数回出ていただいた方たちにこの日比谷の地を借りまして、行っていこうと思っています。今日のこのチラシの裏に書いてあるとですね、パークライブではスタッフを募集しております。またこの関心に運営に関心のある方を募集しております。それで、この都民共同といいますかですね、財団法人、公益財団法人東京都公園協会より補助金の申請もいただきながら、そういった文化的水準のものをこうやっていければと思っています。これから今年、もう30回ほどやってるんですけども、被災地の方でもですね、こういう公園を見つけては、今宮城県渡里町ってとこで、月1回2ヶ月に1回ほど行って、こういうパークライブあるいはお笑いなども含めた活動で、まあ、現地の人に少しでも元気になってもらいたいなっていうようなことで公演を見つければやってしまうということです。先週の月曜日もですね、発電機を持ってきたあの真ん中の、その芝生広場で、ランチコンサートというのをやっていました。まあ、月曜人が集まるのかなと思ってですが、さすが日比谷の一等地ですので、 OL の皆さんやそれから会社員の方がお昼どんどん出てきていただいて、公園で楽しんでいただいたという、この公園、噴水を見ながらの秋の一日ですよ。はい、そんなことで、今日はサタデーインターパークということで、明日で、このイベントも終了ということですけども、1ヶ月にわたったロッカフェアに、今年も参加できました。また来年もこういった活動です。今日は2時から3時半までの予定で、ここの特設スタジオ、ステージをロカ公園幸せの山の会で、ちょっと協力させていただきます。まもなくですね2時から、ソラゴさん、これアコースティックバンド、インストルバンドで、なかなか大好きなバンドですね、非常にアコースティックやりながら時々ロックが入ったりというようなことで3人のバンドですので、もうしばらくお待ちください。日差しの中でね、ソラゴさんのアコースティックですか、こういう曲を聴けるっていうのは今日ちょっとラッキーでしたね。これからもですね第2部の方、ちょっと場所を展開しましてですね、続きまして、ミュンとヤヨ、ですね、平成のピーナッツといいましょうか、昭和歌謡も含めなんですが、また我々、50代としては非常に喜ばしい懐かしいような曲をやっていこうかと思います。じゃあソラゴさんどうもありがとうございました。ロカ公園の方もですね、世田谷、新宿から15分のところですので、ロカ公園の方で毎月第1日曜日やります。またソラオブさんや次出るメンバーなども出たり、それからみんなで歌おうコーナーなどもやってますので、もしよかったらロカ公衆園の方も、ちょっと顔出して、来て、見てください。これから秋のですね、深くなりますと12月ぐらいが紅葉のシーズンっていうようなちょっと感じです。本当に緑の多い日比谷、東京のど真ん中できたことも本当に嬉しく思います。本当、もう一度どうもありがとうございました。
曲の方は待ち伏せです。皆さんこの、ね、日比谷といえば東京のど真ん中で、思い出のいろいろあるかなと思います。中でもねキャンディーズとかそれから、ね、ある時期一緒にいた時期、あとは日比谷歩いたこととか、皆さんそれぞれの世代で思いがあるかなと思います。私などはこの後有楽町でも歩いてみたいなと思います。それではもう一度ヒント八重さんに大きな拍手でお願いします。どうも今日は山の会でした。ありがとうございました。今後もまた来年よろしくお願いします。